今日から4月、この広い野原いっぱい、この広い野原いっぱい咲く花を一つ残らずあなたにあげる。あ、もう歌詞忘れちゃった、赤いリボン、もう一回最初から。弱ったもんだな。広い野原いっぱい。今日の日はさようなら。いつまでも頼る。ことなく。いつまでも耐えることなく。友達でいよう。今日の日はさようなら。また会う日まで信じ合う喜びを大切に。
で。今日の日はさようなら、森山良子。小倉慶のさらば青春。僕は呼びかけはしない、遠く過ぎ去るものに。僕は呼びかけはしない、傍らを行くものさえ見るがいい。黒い水が抱き込むように流れてく。少女よ泣くのはおやめ。風も木も川も土もみんなみんな戯れの口笛を吹く。僕は呼びかけはしない、遠く過ぎ去るものに。僕は呼びかけはしない、傍らを行くものさえ見るがいい。黒い犬が獲物探して駆けてゆく。少女よ泣くのはおやめ。空も海も月も星もみんなみんなうつろな輝きだ。ララララララのさらば青春。鎌谷津博士のどんどん言っちゃってるね特に喋ることがないので、喋ることって言えば、毎日毎日起きるとテレビつけてインターネット見るとコロナコロナでもううんざりしちゃうよな。だからこうやってうさばらしにギター弾いて、フラストレーション解消、少しでも歌を歌えば気が晴れるかなみたいな、ついそっちの方に流れるね。そうそう、昨日は3月の末でD ライフっていう放送が終わっちゃったな、アプリ。あれでたくさんの向こうの、海外ドラマをいっぱい見てたんだけど、好きでかなりいっぱい見てたんだけど、ついに終わっちゃって。あと AKB48 ビートカニバルっていうリズムゲームも昨日で終わっちゃって、まあほとんどあんまり真面目にはやってなかったんだけど、ステージの映像が見れるのが良かったな。欅もそうだし、乃木坂も他のバンドリとか、なんだっけなアイドルマスターとかいろいろリズムゲームやってるんだけど、 AKB 乃木坂欅坂系はリアル映像がステージでやってる踊りを見ながらリズムゲームできるんで、すごくお得感があって楽しくやってたんだけど、終わっちゃったな、残念だな。まあ他にも遊ぶリズムゲーム山ほどあるから、あんまり AKB なくなったことに、
気落ちはしてないんだけど、 なぜ他の乃木坂や欅が残るのに AKB のリズムゲームだけサービス終了しちゃうのか、 AKB 終わりかなみたいな気にさせられちゃうじゃないですかね。どうにかなるさ、釜谷津博。今夜の容疑者で旅立つ俺だよ。これはちょっと高いな、開放弦でいこう。今夜の容疑者で旅立つ俺だよ。宛名ど喉にちょっと。今夜の容疑者で旅立つ俺だよ。宛名などないけどどうにかなるさ。針金はたいて切符を買ったよ。どこれからどうしよう。街の明かり行くなと呼ぶ。けれども同じ暮らしに疲れてどこかに行きたい。どうにかなるさ。仕事も慣れたし街にも慣れたよ。それでも行くのかどうにかなるさ。一年住んでりゃ未練も残るよ。バカだぜおいらは。愛してくれた人も一人いたよ。俺など忘れて幸せつかめよ。一人で俺ならどうにかなるさ。釜谷津博のどうにかなるさ。